どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ティアーズオブザキングダムやっていきたいと思います。今日はイルバジアさんを倒してみたいと思います。イルバジアさんとはあの方々ですね、3つ頭がありますので3体倒さないといけないというような形になっております。で、倒し方は、こいつですね、こいつを使いますね、こいつをまずはウルトラハンドで持ってですね、で乗れるような感じにちょっと回転させますよ。はい、回転させました。はい、で置きます。で乗ります。操作します。でできる限りちょっと上昇してみましょうか。まあ、上昇しつつですね、あの3体のイルバジアさんのうち、まあ、まずは1体目、ちっちゃいやつ、ちょっと低いやつかな、こいつを倒していこうと。ちょっと狙いにくいですね。でこう上の方にまた上がりまして、おっと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 、大丈夫、リングダメージそう簡単には受けないような仕様になっております。はい、で方向転換がね、これまたまた難しいんですけれども、頑張っていきたいと思います。で、あ、大概ねリングに当たんないから、このなんかなんていうの、岩石みたいなやつ、溶岩、おっとっと、方向転換は余儀なくされますけど、大丈夫大丈夫大丈夫。はい、で、運動行ってきてください。はい、お倒したと。見えにくくてごめんなさいね。でもう一発で終わりという感じですね。なんかゼルダ様がここら辺で消えたと。でなんかこの穴に落ちちゃったんじゃないかなっていうようなお話になります。というわけで追っかけます、ユンボウさん。で私も次回ユンボウさんを追いかけて、穴の中に入ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。